皆さんこんばんは、足草です。実はコロナです。はい、まあこのくだりもね3回目なんでちょっと面倒くさくなってきました。はい、それでは今日ご紹介したいスニーカーはこちらでーん。スニダンもう開封しちゃいました。で 27.5 センチ。それではそれではの次ないのかよ。いやすごいわ。よいしょ、はいはい、いきます。はい、ニューバランス990初の V6 になります。欲しがったっすね。 V6 どうしても欲しがったっすね。あの V6 欲しくなった理由はね、あの犯人がいるんですよ。 V6 をね目の前で購入した犯人がいて、その犯人はエアウェームズのボスです。みんなディスってください。あの前にあの岐阜でね、あの住み替えやって南海やった時ね、私の目の前でボスが購入してました。でその時見てね、最新型いいなやっぱりなっていう、ね、であのカラーリングもね3種類ぐらいやったのかな。グレーとかブラックとかネイビーとかあったのかな、うん、でなんか違うカラー出たら買おうと決めてました。でそれでですよ、あのねぶた祭りの一日こう跳ねるのとによってすぐ帰るっていう、なんかこう画期的なシステムがあったんで頑張って4日跳ねました。4足です。はい、そのうちの1足です。リバース990V6。いや話長くなりましたけど開封します。裏の蓋はこんな感じです。なんか書いてますね、読めません。はい、はい、ダーン990V6、ね、こういうこうちょっと落ち着いたカラーリングが大好きです。でなんだこう、あんまりこうニューバランス詳しくないですけど、ものすごくこう V6 とかね V1 からあるのかな、 V1、V2、V3、V4、V5、V6 ってあってね、この V6 の N のマークがちょっとでかいんですよ。でこのでっかい N がやっぱり好きですね、うん、でここに V6 って書いてます。でどうなのかな、この履き心地とかはわかんないですけど、やっぱりこう最新モデルっていうのも気になります。で V1 は母とあのうなだんさんから購入しまして、で V2 は持ってなくて V3 のパタかな、パタシリーズのやつをまだうなだんさんから購入しまして、この度あのすみだんさんから V6 購入しました。やっぱり990シリーズなんかこう履きやすいっていうイメージはあります、うん、でカラーリングもこうちょっと落ち着いた良きカラーリングで、私は好きなカラーリングです。そしてこっちが左足で、アウトソールがこんな感じになってます。なんかこう最新式のスニーカーっていう感じしますね、
で特段シューレースも変えることなくこのままね履きたいと思います。まさにこう履くためのスニーカーというそんな感じがします。ニューバランスについてはそんな感じしますね、うん、で履いてるスニーカーの一番は多分アシックスがニューバランスだと思います。やっぱりいいですね。このスクリートオノコーのよりハイデで楽っていうのが一番いいです。はい、あのね材質とかね、あと機能性とかね、そういうのを期待するんであればやっぱり最新モデルだと思います。でなんで最新モデルかっていう根拠は全くありません。全くありませんけども、その子 V の数が多くなれば多くなるほど最新モデルだと思うんで、最新モデルは買った方がいいと思います。はい、感想だけです。いやー、これでねあのこうこれからね、まあ今はもう8月のお盆ですよ。お盆を開ければねもうこう9月とかねそういうシーズンになってくるんですよ。で9月ってなればもうどっかお出かけスニーカーといった時にニューバランスですね。はい、でやっぱり疲れないっていうのが一番ですよね。歩いて疲れないスニーカー、老人だよっていう、ね、そんな感じのスニーカーでもあるんですけど、疲れないっていうのが私の中ではやっぱり一番重要視してることです。まあ他も疲れないしね、うん、アシックスも疲れない、あとニューバランスも疲れない、そしてミズノも疲れないですよね。で最新式の V6 ってなればやっぱりあって安心。はい、皆さんも入門向けにもなると思います。一家に一足どうでしょうか。それでは皆さんさよなら、さよなら、さよなら。